has been debated in a sea of endless questions if William Shakespeare was a freemason Alfred Dodd a researcher writes as follows Being a remarkable examination of the plays and poems which proves incontestably that these works were saturated in Masonry that Shakespeare was a Freemason and the founder of the Fraternity. Shakespeare was a Freemason and the founder of the Fraternity because he was also a puppet artist along with Leonardo da Vinci and Michelangelo Branotti of Jesus Christ after fifteen hundred and sixteen hundred years.Here is the evidence. 広しはやし、ハママシティ、ジャパン。シェイクスペアはフリーメイソンでした。また、フラターニティの創始者でもありました。当然です。というのも、彼もまた、 1600年後のイエスの操り人形芸術家でした。ここにその証拠をお見せします。広し林、ハママスィティ、ジャパンウィリアム・シェイクスペアなる劇作家が活躍した時代がどんな時代であったか、それを簡単に復習しておきたいと思います。 ミケランジェロ・ブラノーティです。1500年後のイエスの操り人形芸術家でした。1564年に亡くなっています。その少し後にサンパル・テルミの大虐殺事件というのが起きています。これはですね、ローマンカトリックがプロテスタントの信者を大虐殺したという事件です。数万人のプロテスタントの信者が虐殺されています。まあ、ローマンカトリックによる弾圧事件が あちこちで起きていたということになります。で、その頃にですね、ジョルジョ・バザーリが活躍し始めます。このジョルジョ・バザーリはフリーメイソンでした。この一枚の絵がその証拠です。向かって左側に立っているこの女性を見てください。腕には直角定規とコンパスを持っています。つまり、ジョルジョ・バザーリの政治的アジェンダはですね、この一枚の絵でわかるというわけです。 直角、定規とコンパスは言うまでもなく、フリーメイソンのシンボル的アイテムです。つまり、もうすでにこの時期にですね、フリーメイソンは秘密裏に、まあ、活躍していたということになります。そして、傍らに描かれている男性の背中には皆、ヒレが描かれています。人間にはないヒレということになります。つまり、ラム族。つまり、レプタリアン族ということになります。で、 まあ、こうして見ますとですね、どの労働者風の人にもですね、こうしたヒレが描かれています。まあ、このような形で、えー、ジョルジョ・バザーリはあー自分のアジェンダを表現したということになります。で、イギリスではどうであったかと言いますと、ヘンリー8世が倒れます。そしてその後、ブラディ・メアリーと呼ばれるメアリー女王が君臨します。えー、強制的に 民衆をカトリックに回収させます。虐殺、弾圧事件も相次ぎます。そして、ブラディ・メアリーが倒れた後、エリザベス一世が位につきます。そして、また再び、まあ、プロテスタントに、また回収するわけですね。で、こういう流れの中で、イギリスでは、ウィリアム・シェイクスピアが活躍します。流れの中で、ウィリアム・シェイクスピアが活躍します。 ウィリアム・シェイクスペアです。まあそうした混乱状態にあったということですね。中段に置きましたけども、まあ各、まあ置く場所、置く場所はなかったものですから、中段に置きましたけども、本来は一番上の段に、まあウィ,リアムウィリアム・シェイクスペアを置くべきでしたね。まあ一番上がイングランド、そして下がイタリア、そして一番下がフランスということになります。 ウィリアム・シェイクスペアはイルミナティのメンバーでした。当然フリーメイソンのメンバーということにもなります。イルミナティというのはフリーメイソンの上部あるいは上位団体ということになります。それをこれから証明します。この肖像画がその証拠です。注意深くご覧ください。 向かって右側、えー、ウィリアム・シェイクスペアの左手を注意してください。中指と薬指がくっついています。これはマラヌスの手ということになります。つまり、イルミナティーもしくはイエズス会のメンバーのハンドジェスチャーということになります。マラヌスの手です。えー、ミケランジェロ・ブラヌティンが発達されるペーザ像を見てください。向かって左側、マリアの右手に注意してください。 この右手、中指と薬指がやはりくっついています。これがマランスの手です。マラノというのはもともとは隠れユダヤ教徒の別詞語でした。カトリックの弾圧を恐れてですね、ユダヤ教徒たちは、まあ表向きはカトリック教徒のふりをしながら隠れてユダヤ教を信仰していました。そのハンドジェスチャーということになります。つまり、イルミナティの ハンドジェスチャーのちにイエズス会のハンドジェスチャーともなりますここが重要ですからもう一度皆さん自身の目で確認してくださいこれがマーラヌスの手ですそして同じハンドジェスチャーをイエズス会のメンバーもしています向かって右下にいるのがフランシスコ・ザビエルということになります 中指と薬指をくっつけています。中深くご覧ください。上のピエター像ができてから35年後にイエズス会は発足しますから、まあ、ミケランジェロがイエズス会のメンバーであったということにはなりません。ただ、アンチマリア、アンチカトリックであったことは事実です。そして、まあ、こうした形でですね、自分たちはイエスの 仲間であるということを示したということになります。イエズス会というのは、イエスの仲間の会という意味です。まあ、ハンドジェスチャーに注意してください。ミケランジェルはこのような形で、えー、自分がアンチマリア、アンチカトリックであることを示したわけですけども、ペーター像だけではありませんでした。システィーシーな礼拝堂の えー、こ,れこれは壁画を見てください。中央の神の手に注意してください。やはりマーラヌスの手を表現しています。人差し指と中指がくっついています。注意深くご覧ください。このような形でこうした壁画を描きながらも、1500年後のイエスは自分がアンチマリア、アンチカトリックであることを表現したということになります。この絵も 極めてよく知られた絵ですけども、やはり中指と薬指がくっついています。アンチマリア、アンチカトリックであるという姿勢を、まあ、鮮明に表現したということになります。で、ピエタ像と繋げて考えてみてください。左はブーグローの描いた聖母子の絵ですけど、やはり、えー、人差し指と中指がくっついています。ブーグローについてはまた別のところで論じています。またそちらをご覧になってください。で、このような形で、 えー、ウィリアムシア・シェイクスピアもですね、マラヌスの手を表現しているということです。つまり一、一貫性、一年性をもって、えー、フリーメイソンと繋がっているということをこのような形で示しています。場合、林宏司発見です。中指と薬指がくっついている点に注意してください。これが物的証拠ということになります。いろいろ議論はされてますけども、ウィリアム・シェイクスピアはフリーメイソン。 さらにその上の上部団体のイルミナティそしてフラタニティの創始者でもありましたさらにその補強証拠を皆さんにご覧いただきますこれはセリ木村さんが届けてくださった情報ですけどもシェイク・スピアーズとなっている点が大変興味深いですね 槍を振るうという意味です。1900、1609年ですから、まだこの時、シェイクスピアは生きていました。その時に出版されたソネット、14行詞の詩集です。この14という数字に注意してください。もともとはイタリアで発達した14行詞ということになりますけども、14というのは 7×2。すなわち、ミトラの 非数数にのっとっととた数字であるということになりますこの7がミトラの光線、そして自由の像の光線へとつながっています。すなわち、フリーメイソンとつながっているということですね。14行詞。まあ、シェイクスピアは14行詞をたくさん書いています。まあ、こうして数字にこだわったということになるわけですね。が、それだけでは、まだ皆さんは、 物足この、まあ、差しといてます表紙の絵を見てください。そしてこの表紙の中央部に注意してください。ここに子供のような人物の顔が描かれています。この赤い丸の部分です。ここに注意してください。そして頭からは7本の光線、らしき、あるいは何か花びらのようなものが出ています。7です。 まあこのような形で、ウィリアム・シェイクスペアは自分がまあミトラ教の流れを組むフリーメイソンのまあメンバーであったことを示しました。左下がミトラ、右下が自由の像です。7本のまあ光線といいますか、数でこのように一致しています。これはバイ・セリ・キムラさんです。まあ、ウィリアム・シェイクスペアというのはそういう人であったということになります。 で、今も言いましたように、ウィリアム・シェイクスピアは、現在はフリーメーソンの外郭団体であるフラターニティ、つまり UI という組織を立ち上げます。その創始者と言われています。が、ここで一つ大きな疑問と言いますか、謎が生まれます。これがフラターニティの正式の文章です。十字架を使っています。で、皆さんはこう思われるかもしれませんね。いわゆる、まあ、フラターニティは、 イエスキリスト、いわゆるキリスト教の流れを組むものであると。が、そう判断するのはちょっと待ってくださいね、えー。十字架イコールキリスト教ではありません。キリスト教イコール十字架ではありません。それをこれから簡単に説明しておきます。詳しくは別のところで説明しましたので、やはりそちらをご覧になってください。えー、右の方が十字架ですね。左が、えー、フラターに立つの十字架ということになります。 では、この十字架は何かということになりますね。実は、キリスト教が生まれる遥か以前より、十字架はこの地球に存在していました。まあ、簡単に説明しますね。左がミトラ教、右がキリスト教ということになります。そして、ミトラ教の方では、 の流れを組んで、このフラターンにたさが生まれこの十字架を使っているということですね。そして一方、キリスト教では十字架を使っています。しかし、もう紀元前、遥か昔にこの十字の文章は使われていました。左の一番上はニビルのシンプル的な模様です。十字が描かれています。なわち、もうすでに十字はあったということですね。現在、まあ、キリスト教のカトリックの信者の方たちは、手で 体に十字を切りますけども、その十字は何も、キリスト教によって始まったわけではないということです。これが、あの、えー いわゆるまあ世界でシッチンの書いた本の中に載っていたニビルの模様です。光り輝いている様を表現しています。そして右下がですね、シッパールの方向を示す文様です。中部からご覧ください。なあち、銃はニビルの方向を示すということです。そしてラリベラの、エチオピアのラリベラの、まあ、いわゆる岩をくに続いたラリベラ寺院の、えー、天井です。比べてみてください。 右二つは全く同じです。なあち、ニビルの紋章模様がですね、ラリベラの天井に描かれているということです。一般的には右のラリベラの天井の絵は、キリストいうの、いわゆるキリスト教の、ね、十字架を表しているということになりますけれども、それよりも4000年近く前にすでにメソポタメンには同じ紋章があったということです。 簡単にまとめておきます。十字架なるものはですね、イエスが処刑される前からすでにあったということです。ここが重要です。ですから、あー分かりやすければあ、ウィリアム・シェイクスピアの後立ち上げたフラタニティの文章に十字架があってもおかしくはないということになります。 左下がフラダリティの紋章です。なあち、十字架イコールキリスト教ではないし、カトリック教ではないし、カトリック教イコール十字架ではないということです。で、左下がラリベラの、いわゆるま天井に彫り込まれたあ模様です、まあ。結論言えばですね、十字架は必ずしもローマンカトリックのシンボルではないということです。 さらに念を押せばですね、十字架がキリスト教の信仰の中で重視されるようになったのは4世紀以降ということになっています。さらに決定的な証拠を皆さんにお見せします。ベロッキオとレオナウドが書いたとされるイエス洗礼の絵です。この絵に注意してください。ベロッキオも レオナルドも1500年後のイエスの操り人形芸術家でした。このヨハネなる人物が持っているこのまあ十字架に注意してください。イエスはこの時洗礼を受けています。まだ処刑になっていません。しかし、このような十字架がすでに表現されているということです。その、しかもその十字架というのが比べてみてください。右のフラターニトスの十字架と形が一致します。十字架の端の いわゆる三つ葉のような模様に注意してください。まあ、このような形で、1500年後のイエスはですね、まあ、十字架を表現した。なおち、まあ、この今日のポイントではですね、ここでは、十字架というのは何もカトリックのシンボル的なものではないということですね。まあ、すでにもうあったということになります。それを1500年後のイエスが、レオナルド、あるいはベロッキオという二人の画家、まあ、これはあのあ、画家を通してですね、 あの、まあ、表現したということになります。で、中央が、カトリックが使っている十字架ですけれども、ちゃっかりそれを、まあ、横取りしているということになります。まあ、このような形で、はっきり言えば、私たちの知っている歴史というのは、まあ、宗教、政治によって捏造されてきたということになります。注意深くご覧ください。そして、大切なことは、皆さん自身で判断なさるということです。まあ、ついでに、ニビルのシンボル的なアイテムについて触れておきます。 かつてこの太陽系の中にはですね、を通ってですね、ニビルが通過したと考えられています。これがニビルのシンボルマークです。この十字マークはあちこちで使われています。これがそのシンボル的なマークということになります。で、まあ、これをこ、このシンボル的な、まあ、なりますか、ニビルの星に向かって当時の人々は胸で十字を切っていた可能性があります。 で、それを、まあ、やはり、ちゃっかりとローマンカトリックが自分の方に取り入れたということにもなるわけです。その証拠に、右上がトルコの最も古い紙であるサバディオスです。このサバディオスのこの木を見てください。蛇が絡んでますね。そしてサバディオス自身も杖を持っています。このサバディオスの向かって左側の右手を見てください。えー 薬指と小指を曲げています。これがサバジオスハンドです。えー、レオナルドの書いたい、まあ、いろいろなね、イエスの手にもこの手が表現されています。で、サバジオスの手ということになります。その、えー、木に絡んだ蛇が、やはりフラタンタスの、えー、十字架の上に表現されています。繰り返します、えー。十字架はイエスが処刑されるから、前からありました。まあ、十字架イコールカトリックではないということです。 十字架はキリスト教だけのものではないということですね。まあそのように誤解している人は多いと思います。で、左下はラリベラの教会の天井に彫り込まれた模様ですけども、まあこれに、これについては、いわゆる十字架を、キリスト教でいう十字架をもじったものだと説明されていますが、そのように、まあ私は歴史というのは少しずつ ネットされてきたと判断しています。で、ウィリアム・シェイクスペアに話を戻します。ウィリアム・シェイクスペアもやはり、えー、1600年後のイエスの操り人形、まあ、劇作家であったということになります。えー、生まれたのが1564、亡くなったのが1616 16年ということになっていますが、この青年、 そ,それから没年もやはり、捏、え、造、ー、されている可能性があります。1564の数字をバラバラにして加えますと、1たす6イコール7の、いわゆるバビロニアの数比実の7に則っ,って使われているのがわかります。そして16、1616年は言うまでもなく、やはり同じように1たす6たす、1たす6は14となります。注意深くご覧ください。まあ、このように、まあ、無意識のうちにもですね、 我々が、まあ、神々と呼ぶ、まあ、ET はですね、まあ、自分たちのアジェンダを、まあ、隠し込んだということになります。数字を見比べてみてください。やはり、7、7という、まあ、バビロニアの非数字に一致します。で、同じように、レオナルドも、同じように、その非数字で死亡日が、死亡年が作られているのがわかります。左が、レオナルドの青年と、それから没年です。 比べてみてください。同じですね。なあち、レオナルドも、まあ、レオナルドがですね、戦国年後のイエスの操り人形、まあ、芸術家であったと同時に、ウリアムシェイクセーバー、 ピアもですね、1600年前後のイエスの操り、まあ、劇作家であったということになります。ここで1616 16に注意してください。ウィリアム・シェイクスペアは1616 16年に亡くなったということになっています。1たす6、1たす6というふうに数字が分解できますね。7、7という数字が出てきます。これをゲマトリア、 英語版のゲマトリアで見ますと、ま簡略版で見ますと、77というのは、えキリストを表します。なあキリストをゲマトリアで表しますと、77。なあ777はですね、キリストを表す、ま暗号ということになります。わかりますか ?77 という数字は、クラスト。キリストを表すというわけです。で、結論ということになりますが、 ウィリアム・シェイクスピアは1600年後のイエスのやはり操り人形であったということになります。このように状況証拠は真っ黒だということです。まあ、直接の証拠をね、それ見つけるのは不可能かと思われますけども、まあ、小八方から集まってくる情報はですね、ウィリアム・シェイクスピアはまさに1600年後のイエスの操り人形的作家であったということになります。シェイクスピア、シェイクスピア、ジーザス・クライス、ジイザス・クライス。文字の数も同じです。 が皆さん、ここで重要なことを一つ皆さんにお知らせします。大変重要なことです。レオナルドは絵を残しました。しかし、シェイクスピアは文章を残しました。つまり、その文章を丁寧に解読すれば、イエス自身の教えを私たちは直接知ることができます。ねじ曲げられ、解説された聖書と違って、 イエス自身の言葉をウィリアム・シェイクスピアの言葉の中に見つけることができます。ここが重要です。そしてここが私が今日皆さんにお伝えしたかったことです。繰り返します。シェイクスピアの言葉の中にはイエス自身のアジェンダが織り込まれているということになります。Bye for now. According to Wikipedia, it writes about Marano as follows: The term of Marano originally stands for a sort of a disparaging word, which means Jew who converted to Christianity in order to avoid persecution, but continue to practice their religion secretly. Singing Marano or Marano's hand is it. Hand gesture of the or ロマンカトリックの迫害を恐れたユダヤ教徒たちは表向きはカトリック教徒のふりをしながらその裏でユダヤ教を密かに信仰していましたそのシンボリックなハンドサインがマラヌス ハンドということになります。イルミナティのハンドサイン、あるいはその後のイエズス会のハンドサインともなりました。これがそのマラヌスの手です。ウィリアム・シェイクスピアはフリーメンソン・リーでした。そのウィリアム・シェイクスピアの生誕祭が毎年行われています。その時使われた一枚の絵が出てきました。 これがその絵です。中指と薬指をくっつけています。マーランスの手です。つまり、ウィリアム・シェイクスピアはフリーメーソン・リーであると同時に、その上部団体であるイルミナティのメンバーであったということになります。ウィリアム・シェイクスピアはフラターニティという組織を創立したことでもよく知られています。 1500年後のイエス、あるいは1900年後のイエスの操り人形芸術家たちは、イエスの代理人として芸術作品を発表していました。このピエタ像もその中の一つです。このピエタ像の向かって左側、マリアの右手に注意してください。やはり同じように中指と薬指をくっつけています。つまり、このような形でミケランジェロはですね、 イルミナティのメンバーであったことを示しましまたこのマラヌスの手というのは、その後イエズス会のシンボリックなハンドサインにもなっています。ともかくも、イルミナティもしくはマラヌスの手の、なち隠れユダヤ教徒のハンドサインということになります。 1900年前後の、つまりは1900年後のイエスの操り人形芸術家であったウィリアム・ブーグローもやはりマラヌスの手を表現しています。これはウィリアム・ブーグローが描いた聖母子の絵です。この聖母子の絵のイエスの向かって右側、左手に注意してください。やはり中指と薬指がくっついているのはわかります。そしてマリアの両手もやはり中指と薬指がくっついているのはわかります。 ま、このような形で、えー、ウィラン・ブーグローもですね、自分はユダヤ教徒、もしくはイルミナティ、もしくはイエズス,ス会のメンバーであることを示しました。で、ピエーター像をもう一度見てください。向かって左側のマリアの右手です。やはり同じように中指と薬指がくっついているのがわかります。つまり、このような形で、ミケランジェロは自分がアンチ、まあ、マリア教の、えー、であるということを、このような形で鮮明に示したということになります。 まあ当時はですね、キリスト教もマリア教と化していました。まあ、それに対してこのような形で、まあ、反抗精神を表現したということになります。同じように最後の審判の中でもミケランジェロはそのマラヌスの手を表現しています。中央の神に注意してください。この赤丸で囲んだ神です。この神もやはりマラヌスの手を表現しています。両方の手を見てください。 中指と薬指がくっついているのがわかります。えつまり、まあ、ミケランジェロはこのような形で自分の立場を鮮明に、えー、表現したということになります。さらに、ダメ押しです。この絵を見てください。皆さんご存知の絵です。この中央の両手に,、まあ、手に注意してください。やはりこの絵の中でも中指と薬指がくっついているのがわかります。マラヌスの手です。 紛れもなく、マーラヌスの手です。まあ、このような形で、自分たちの立場を表明したということになります。で、もう一度整理しています、えー。中央がベータ像の中のマリアの手です。マーラヌスの手です。そしてその手は、例えばウィリアム・ブーグローの絵の中にも表現されてますし、 そして、ミケランジェロも自分の立場をさらにこのような形で表現したということになります。そして、それと同じ手がですね、ウィリアム・シェイクスピアの手にも表現されているということです。つまり、これでウィリアム・シェイクスピアの立場は明確になったということになります。となると、ウィリアム・シェイクスピアは誰であったのかということになりますが、少し前に申し上げましたように、やはり、1600年、 のですね、イエスの操り芸術家であった可能性が極めて高くなりましたそこでウィリアム・シェイクスピアがどのような思想的なアジェンダを持っていたかそれを皆さんと一緒にここで考えてみたいと思いますつまりウィリアム・シェイクスピアの思想的アジェンダが分かればその向こうに明確でする1600年後のイエスの 思想的アジェンダが分かると、私、林印は考えたからです。では、77のシェイクスピアの引用を皆さんに紹介します。ここでのポイントは、その内容、意味もさることながら、全体として、どのような印象を受けるかということなんですね。いわゆる、まあ、シェイクスピアが持っていたアジェンダ、さらに言えば、ひょっとしたら、 その向こうでシェイクスピアを操っていた1600年後のイエスのアジェンダがどのようなものであるか、まあ、感覚として分かっていただきたいということです。シェイクスピアは1564年に生まれたということになっています。その年、同じ年、あのミケランジェロが亡くなったということになっています。ミケランジェロとシェイクスピアはちょうど入れ替わるようにしてこの世に 生まれたということになります。では続く詩編をどうかお聞きください。すべての世界は舞台だ。すべての男や女は役者に過ぎない。入り口があり出口があるだけ。一人の人間は七つの段階で自分の時間に多くの役や演技を演ずる。 愛はすべてに盲目、喜びを求め、無法、翼が生え、無束縛、すべての心から鎖を解き放つ。言葉だ、言葉だ、単なる言葉だ、心から出ているかどうかは問題ではない。野心家と、 言われている人たちを支えているものはねただの夢の影だよ愚かしい知恵を口にするより起点の利いた愚か者の方が良い真の愛の道は決してスムーズにはいかない 今そこにある心配の方が恐ろしい空想よりはるかに怖いものだ。肉体を豊かにするのは心だよ。一分遅れるよりは何でも三時間早くする方が良い。善行のしすぎは 帰って悪いことなんだよ。武勇が理性を餌にするとき、それは戦うための剣を食いつぶす。みんなが言うようにね、歳を取れば取るほど知恵は逃げていくものさ。さあ、手と手を合わせよう。そして、手と心を あわせよう。あなたが願うだけの喜びを私はあなたに願うよ。私たちは光を無駄にするちょうど昼間のランプのようにね。私はあらゆる種類の人たちから黄金の意見を買い上げた。 あなたが思考したように、それに従って偉大な行動をせよ。私たちは私たちが何であるか知っているが、何であるかもしれないということについては知らない。物を欲しがるというのはね、陰徳の罪になるんだよ。 私たちの人生という蜘蛛の巣は、絡んだ糸のようなもの。善も悪も一色た。人を疑うということは反逆的な行為なんだよ。それによって、それをしなければ得られたかもしれないところの善をかえって失ってしまうよ。名声だ。 名声だ名声私は名声を失った。私は私の中の不滅を失った。残ったのはただの堕落。探し求めた愛は素晴らしい。が、探さなくても得られた愛はもっと素晴らしい。楽しみと行動は 時が経つのを忘れさせる。悲しみがやってくる時というのはね、こっそりとはやってこない。どっと軍隊のようにやってくる。多くの人たちの意見を聞け。しかしね、少数の人たちに語れ。 しばしば失敗を弁解しすぎるとね、かえって弁解することによって失敗を悪くするよ。賢くゆっくりと急ぐ人はつまずくよ。人はその時々に死ぬものだよ。そして虫がその人を食べるよ。が虫は 愛のののためにその人を食べるのではないよ。陽気になれそして笑え古い顔のしわを引き出してやれ物事に懐疑的になるとね罪深い心をやがて探し始めるものだよ。 言葉は少なければ少ないほど無駄にならないものだよ。険しい山を登るときというのはね、最初はゆっくりと登り始めることだよ。人は生まれたときにね、そのときから始まる愚かな舞台を嘆いて泣き叫ぶものだよ。 他に何も心を満たすものがなくなるとね、人は復讐を考えるものだよ。親の声は神の声だよ。というのも、子供にとって親というのはね、天国の福官なんだからね。自分の子供のことを知る父親は賢い父親だ。 結局はね、自分自身に正直になることだよ。夜と昼が繰り返すにつれてね、やがてあなたは誰に対しても偽れなくなるよ。名誉を熱望するならね、それこそ魂を傷つけるようなものだよ。とても残念なことだ。賢い人が バカげた風に話すことをね、賢そうに話すことは、雪で火を起こすようにね、言葉で愛の火をつけることができるよ。私の年齢というのは、厳しい冬のようなもの、寒いが、でも優しいよ。 女というのはね、男にすべての力がなくなったとき恋に落ちるものだよ。私は自分の星の中であなたたちの上にいる。偉大な人に生まれる人もいる。偉大な人になる人もいる。そして私がその偉大さを突き立てる人もいる。 私の言葉は空を舞う。思想は下に残る。思想のない言葉は決して天国に昇ることはない。あなたに与えれば与えるほど、私はさらに得る。どちらにしても無限だからね。結局はね、 自分自身に真実でいなさい。友というのはね、あなたをあるがままにしていて、どこに行っていたかも知っていて、あなたが何になろうともそれを認め、それでいて、あなたがどこへ行こうとも優しく許す人のことだよ。 愛というのは目で見てはダメだよ。心で見るものだよ。それゆえにね、愛はね、人を盲目にする翼の生えたキューピッドだよ。もし私がしばらくあなたのことを思えば、失ったものはすべて回復し、その時悲しみは終わる。 愛を示さない人を彼らは愛さない。愛の道は決してスムーズではない。愛はどこにでもある。愛は悪魔だ。悪魔の天使はいない。そこにあるのは愛だけだ。本当のことを言うとね、道理と愛は最近ではほとんど一緒にはなれない。 言葉は風のように簡単なものが信じられる友を見つけるのは難しい。友情というのはあらゆることにおいて不変だよ。仕事をしている時も、あるいは常時の最中でもね。女性というのはね、その種の 優しい心のためになら、火の中でも水の中でも走り抜けるものだよ。ろうそくの光で、その光はどれほど遠くまで届くだろうか。いや、ほとんど届かない。ダンスをしていた星がある。その下で私は生まれた。 多くの人は風が吹かない天候にも耐えられる。が、私は耐えられない。あまりにも請求だ。知らなかった。それに、突然だ。恐怖は何も感じない、カシウスよ。私は強固な正直で、武装している。 恐怖などというのはね、怠けた風のように私のそばを過ぎ去るだけ。不世界の環境はあまりにも変わりやすいからね、取り返しのつかない目的や意見は、愚かであることと同じ意味だよ。友よ、私には、 あなたは決して老人ではないというのもね、私が初めて会った時と同じ美しさを私はあなたの目の中に見るからだよ。女性は二つの言語を持っているよ。一つはね、口先言語。期待というのは裏切られる。 ものだよ。特に、約束があるときはね、さらに希望がなく、絶望が居座っていると、そうだよ。離れていると愛は鋭くなる。近くにいると愛は強固になる。離れていると愛は燃え盛り、近くにいると愛はさらに激しく燃え盛る。 その人が人間の力を超えたとき、そのときその人の上に神が宿る。愛は愛に向かう。ちょうど子供たちが本から離れるように。愛は愛から離れる。ちょうど子供たちが重い本を抱えて学校に向かうように。 愚かな人はね、自分が賢いと思っているものだよ。が、賢い人は自分が愚か者だと知っているものだよ。適度に人を疑うということは、賢人のビーコンと呼ばれているよ。あなたが話す物語はね、 耳の聞こえない人を治す力があるかもね。お父さんが彼の息子に何か与えるとね、両方とも笑うよ。でもね、息子がお父さんに何かをあげるとね、両方とも泣くよ。みんなを愛せよ。でもね、二三人だけ 信じなさい。でもね、誰にも悪いことをしちゃダメだよ。私たちの人生を決めるのは星ではないよ。自分自身だよ。愛というのはね、ため息の香りでできた煙のことだよ。 おやすみなさい。おやすみなさい。別れはかくも甘くも切ないもの。だからね、私は明日までおやすみなさいって言い続けるよ。善も悪もないよ。もしあるとすればね、それは思想が作るものだよ。もし音楽が 愛の食事なら、さあ音楽を弾いてくれ。神はあなたに一つの顔を与えるかもしれない。でもね、もう一つの顔を作るのはあなた自身だよ。皆さんはシェイクスピアのこうした 格言を聞いて全体としてどのような印象を持たれたでしょうか。それがひょっとしたら1600年後のイエスの思想的アジェンダということになります。私はシェイクスピアのこうした格言の向こうに現在に通ずる自由奔放な青い空を見る 思いがします。最後にもう一言。シェイクスピアはこう書き残しています。It is not in the stars to hold our destiny, but in ourselves。私たちの運命を決めるのは星ではないんだよ。私たち自身なんだよ。と、この一文の中に 1600年後のイエス、あるいはシェイクスピアの思想的アジェンダが凝縮されているように私、林博史は思います。続く動画をどうかご覧になってください。Bye for now!